初めて。でこの後違う国の勉強行かなくちゃいけないから、じゃあ大丈夫。おいしいです、はい、楽しかったです。日本に来たのは何回目ですか？あとはドキドキしてあんまり聞けなかった。きっとあの子供たちの心に残って、将来あのいろんなところで活躍できる人になってほしいなという。